ドロ温泉。お家に持って帰りたいです。いい泥団子ができそうです。泥団子をよく作るんですか？はい、最近作ったのいつですか？1ヶ月前です。宮古島。宮古島何回目？2回目です。こんにちは、沢口愛香です。高校を卒業したということで、今回ちょっと大人のものに挑戦ということで、とてもドキドキワクワク楽しみであります。それでは撮影行ってきます。バイバイ。
撮影が終わりました。あ、今回は洋館だったり高原とか湖とかたくさんいろんなとこに行きました。湖はちょっと冷たかったですが、富士山がすごく近くで見られてよかったです。富士山にもちょっとだけ登ったような形にもなったので、母に教えてあげたいと思います。それでは私が乗っているヤングマガジン、ぜひ皆さん見てください。バイバイ。富士、1富士2高、次なんだっけ、3ナスビ。久しぶりにヤンマガで結構海の方にロケに来ましたね。しかも奄美大島初めてだし。初めてだよね、うん、やっと来れました。浜口さんもう行ったことないところあるのかっていうぐらいいろんなとこ行ってるからな。でも沖縄ばっかしね。え、だから寂しい今。でも後藤も行ってたって。後藤、あ、後藤も行きました。後藤ヤンマガでも行ったもんね。うん、初めてだった。そうだよね、そうそうそう、すごかったね、晴れてね。よかった。なんか、うん、また夏を感じてる。うん、夏好きだっけ。うん、あんま好きじゃないけどね。うん、それないよ、見なよ。今嘘ついてる。終わりました。はい、今日はですね、本当雨予報だったんですけどちゃんと晴れてくれまして、滝も涼しく撮ることができました。とても楽しかったです。クレープも食べられました。私はしかもこの T シャツも、祖父母しか今見えてないんですけど、いろいろおじさんがいてとてもとても可愛い T シャツです。お土産に買ったんですよね。はい、これはいずれどこかで着ようと思っています。なので、こんな風に楽しいロケになりました。その沢口が載っているヤングマガジン、ぜひ皆さん見てください。バイバイ。